ネコワークの登場です。ブレニュー。おお、尻尾を引っ張ると猫は面白い言葉を言う。ブレニュー。ニャッギャフー。ニャガ。気持ちが変わりました。ニャ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 。あのクソ猫は嫌いだ。おかしな猫のネコワーク。日本人ドライバー、そして名門チームの参戦、さらにインディ初の日本開催決定など話題が盛りだくさん。3月のガーラは開幕戦から2レースを休日の内容でオンエア。インディに新たな風が吹く。ガーラ。レイトン・ヒューイット、その勝負強さは他の追随を許さない。アンディ・ロディック、期待の新星が今年大きく輝く。アンドレアガシ、世界一のリターナーはまだまだ終わらない。ついに開幕、 ATP テニスマスターズシリーズ。新たな感動、そして興奮があなたを待っている。ギャオラ。突入へ。シリーズ第3戦は精神力とタフさを要するクレイコートが舞台のモンテカル。ガーラでは生中継にて熱戦の模様をオンエア。準決勝4月19日土曜夜8時57分。そして注目の決勝は4月20日日曜夜9時27分。さらにツアーハイライトや選手の素顔を紹介する ATP テニスショーがスタート。ガーラ。去る2月10日、元 AWA 世界王者カート・ヘニング選手が亡くなりました。カート・ヘニング選手は1958年3月28日、元 AWA 世界タッグ王者ラリー・ヘニングの息子として生まれ、85年にプロレス入り。父親とは違い、小さい体ながらも AWA 世界ヘビー級王者まで上り詰め、また WWF では卓越したレスリングセンスからミスター・パーフェクトのニックネームで人気を博し、父親を超える活躍を見せました。全日本プロレスには85世界最強タッグ決定リーグ戦にニック・ボック・ウィンクルとの AWA 世界王者コンビとして登場。 AWA 王座の防衛戦も行いました。最後の来日は2001年のジャイアント馬場三回忌追悼興行の東京ドーム大会となりました。まだ44歳の若すぎる逝去を悼みまして、10カウントを捧げご冥福をお祈りしたいと思います。皆様ご起立の上黙祷をお願いいたします。
ご協力ありがとうございました。西日を浴びて光り輝く玄界灘の水面には男たちの夢と現実が投影する。野望を、熱望を、絶望を今こそ自分のものにしてみせよ。さあお待たせをいたしました、全日本プロレス2003エキサイトシリーズ博多スターレーンからの熱狂中継。まずは青コーナーより石狩太一が入場してまいりました。爆音とともに威風堂々たる入場でこの博多のリングに見参しようという一人の男は北九州市の出身、淵正信が入場してまいります。胸にはおなじみの王道ジャイアント馬場さんがしっかりとこの淵の熱戦を見つめることでしょう。そんな中を今赤コーナーから登場してまいりました淵正信であります。大変なお待たせいたしました。本日の第1試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー190ポンド石狩太一。石狩太一がコールされました。赤コーナー235ポンド淵正信。そして淵正信がコールされたところであります。斉藤純一、早速この一戦を博多スターレーンから中継でお送りしてまいります。こちらリングサイド放送席の解説は週刊ゴングでおなじみの長野景弘さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況アナウンス私松崎俊夫でこの一戦をバイオレンスにお送りをしてまいります。なんとかサードロープにまた右の手を差し伸べますが淵正信がここは逃しません。一度捉えた獲物は絶対に逃さないことばかりに淵正信の辛辣な戦法、石狩太一はなんとかサードロープにエスケープしたいところであります。石狩太一さあどうか、手が白くなってきてますね。そう、あ、変色してますね。線が流れてないですよ、はい、ご覧のようにもうこれ変色してますが、さあいやこれは強烈ですね、左の腕、さらにはその淵正信がしっかりと、まあ、フィックス状態にさせていたんですが免れることができました。ここはもう腕を淵が来るんで、そうですね、まあ、初め太一が攻めてましたけども、はい、こうやって攻めるんだぞと言わんばかりにね、あの腕を狙っていきますよね、はい、なおもリストホッチに来るか。10分を経過しました。そのまま掴んだまま上体を落とされる。そうですね、脇固めですね、これもね、脇固めの一種でしたね、はい、あ、これはきついですね、もう逆腕固めですよね。タップアウト、ギブアップ。腕を完全に決められてしまいました。そうですね、本当に昔のね、若手の試合の決め技ですよね、はい、それをあえてね、淵はやってみてたんだと思うんですけどもね、さあ今正式タイム入りました。10分15秒です。あ、ちょっと腕大丈夫ですかね太一ね。あ、サイトレフリーが引っ張ってましたね今、
まあ、フチにしてみれば今日はちょっと辛辣な戦法で、そうですね、新人選手を倒したかなという感じがしますかね。石油から排出される CO2 は地球温暖化の原因になります。コスモ石油はオーストラリアの荒野に CO2 の吸収源となる森を茂らせる活動をサポートしています。その森は明日のために必要です。心も満タンにコスモ石油。こんにちは、角田の真理です。藤川のぞみです。毎週スポーツの世界はもちろん、はいね、そして各方面で活躍されている第一人者の皆さんをお招きしまして、楽しいトークを織り交ぜながら、はい、しかしその一流の真髄に迫る、はい、迫りながら皆さんのお茶の間にも乱入するというこの亀田の場合の仕方でございますけどもね、はい、亀田の場合の仕方はお楽しみに。合言葉は砂袋。あなたを襲う悪夢、それは地球のどこかで現実に起きている悪夢です。ようこそ生と死が隣り合わせの世界へ。ようこそ野生のプレデターへ。ワーナーホームビデオとフランクリン・ミントが送る戦慄のビデオシリーズ、今なら第1巻百獣の王の威厳がわずか1950円、お支払いは商品到着後に。2巻目からは毎月1本ずつ3950円でお届けします。獲物を執拗に追うチーター、毒を吐くヘビ、餌食を食いちぎるオオトカゲ、野生のプレデター、最初のビデオが今なら1950円。お申し込みはフリーダイヤル 0120-755-777 フランクリンミントまで。今すぐお電話を。一度内を出ると七人の敵がいると言われている。しかしその七人の敵は猛然と挑みかかってくる。そんな中を敵を前にして後退せず全身全霊その相手を粉砕すべく、今勇ましく入場、口を毎日文字に結んで入ってまいりました。土方隆二、そして奥村茂雄が入場してまいりました。土方隆二は早くも石川祐希と上長発し、激しい火花がもう散っています。早速このタッグマッチ20分1本勝負お伝えをしてまいりましょう。タッグマッチ20分1本勝負を行います。青コーナー210ポンド石川祐希、格闘探偵団バトラーズ石川祐希、本番俺の戦場を汚すなという、そんな表情、土方隆二、奥村茂雄、俺の前に立ちはだかるやつ誰だって容赦はしない、粉砕してやる奥村茂雄。レフリーは和田恭平レフリーがさばきます。早速この一戦を博多スターレーンから実況でお伝えをしてまいります。リングサイド放送席、こちらは週刊ゴングでおなじみ流行伝承記者小佐野影さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況アナウンス私松崎敏夫でこの一戦バイオレンスにお送りをしてまいります。タッグマッチ20分1本勝負スタートしました。さあ先発は奥村茂雄、さらには本間智明から始まりました。本間智明、ぬるま湯ぬるま湯と散々言ったが少しはマシになってきたような、今シリーズ中に沸騰させてやるよという、そんなことを開幕戦を終えた控え室で話しておりました本間智明。今シリーズからは外国人選手バスで移動を続けています本間智明、ターメリックストーム。そしてキャンバスの中央手四つの体勢で押しやろうという体勢ですが、これは腰の力があったのか、奥村茂雄がニュートラルコーナー付近まで追いやってまいりました。フェアに分かれず、おっとここは蹴り技見舞ってくる気の強いこの本間智明、さらには奥村茂雄、両者の対戦であります。リングの中央、そして今組み合ってまいりました。
レフトからヘッドロックの体勢、ロープに振って帰ってくるところはどうするか。左肩口から当たってまいりました。どうだという表情を張ってきた。さあぬるま湯と罵られたこの奥村茂雄が、ほんまに俺はぬるま湯じゃないぞという、そんなことでありましょう。至近距離からエルボー、強烈なエルボー、威圧に待ってロープのハンドを利用して入ってくるから奥村茂雄。さて長野さん、はい、まあ、あの開幕戦のですね、ターメリックストームの試合なんですけれども、ええ、いやいや本当にあの8人タッグマッチ、リング上どの選手にその焦点を絞って実況していいか分からなかったんですが、すごい戦いでしたね。そうですね、でまあ、その中でもね、まあ、ぬるま湯ぬるま湯と言われたね、あの奥村なんかもすごい闘志むき出しですよね。はい、ホイップしてさあ来いよということで、そうですね、土方石川を求めてますよね。はい、石川祐希参戦決定。前日の佐世保大会では宮本と組、保坂、そして土方隆二と対戦しました。石川は土方がバトラーズを退団するにあたり、マスコミ各社に土方の退団を批判した文書を送り、双方にはわだかまりを残しました。そして時をけみし、大砲バットで顔合わせとなります。一方土方はその時味わった屈辱、悔しさ、恨み、すべて石川にぶつけてやると語りました。ショートで持っての頭部へのパンチ、ロープ、ハンドを利用した、飛び込んでくるところをエルボー、奥村のクレイジー、あーっと何か本間のクレイジーエルボー返しという、そんな戦法か奥村。タイツを掴んでエプロンからリングした。さあ場外戦か、タイムスピードしてた、ハイキック、土方のハイキック、さらには奥村が相手を捉えていって、一回転してバックボーンから突っ込んだ。一方リング内は、さあ土方と石川がやり合っています。お気をつけください、お気をつけください、場外戦になりました。いや、ちょっと収拾つかなくなってきましたね。はい、さあそして石川が土方にこれは膝を取られています。そうですね、アキレス腱固め、石川取り返しましたね。はい、一方こちらは奥村が本間を本部席に叩きつけてまいりました。そしてエプロンからリング内、抑えてしゃくり上げて、カウントは2カウント、カウント2で返してまいりました。本間智明、一発パンチを見舞って、そして一人新選組、土方隆二へとつないでまいりました。さあ土方がまず前方から捉えておいて、フロントで来る、そして腕決め、あこの入り方、バトラーズで培った、そんな戦術で来るのか。しかしバックボーンを蹴ったのは、その関東探偵団バトラーズの石川祐希でありました。石川が捉えてくる、土方キャンバスのほぼ中央、ポジションは良かったんですが、残り時間5分、いや、もう15分感じさせない攻防ですよね。全く休みがないですよね、はい、この若手精鋭軍、さらにはターメリックストームの試合っていうのは、本当にその時間が経つのが、長野さん早いですね。そうですね、もう意地の張り合いなんでね、はい、もう目まぐるしいですよね。ミサイルキック、そして本間が入ってきてボディを蹴りました。スタラーからラケット、あ素晴らしい攻撃ですね。立ち上げた、さあカウント入ってってどうか、カウント2、奥村茂雄が吠える、博多の街に吠えたぞ粉砕者、抑え込んでって2カウント、カウント2で返してまいりました。さあ乱戦か、もうあとも手元の時計も4分を切っています。残り試合時間があとわずか、タッグマッチ20分1本勝負。そしてショートで持っての右エルボーをニュートラルコーナーに待っておいた、打ってきて走り込んでくるが、しかし足をここは取られてしまいました。さあ本間智明、
後頭部に飛び乗っておいた奥村茂雄に対してニュートラルに送り込んでくる。走っていってエルボー、さあフェイスクラッシャー、しかし土方ハイキック、相手からエルボー、そして今度はエプロンからリングした。残り試合時間は3分となりました。バックを取った、バックを取った、しかし石川の打つ、叩きつけてくるぞ。さあ破天荒な戦士本間が飛んだ、本間が飛んだ、カウント2。いやこれもよく返しましたね。はい、時間が、ね、はい、本当に意地ですよね、これはお互いにね、はい、そしてご覧のように今土方と石川がやり合っている。もうこうなったらプロレスではない喧嘩だ。そして本間がロープの反動を利用した、レイジーエルボーに、しかしエルボー、ここでエクスプロイダー、エクスプロイダーから残り時間は2分。石川が今土方を放送席前のフェンスにぶつけた。カウントはカウントは2カウント。さあすごい試合になってまいりました。タッグマッチ20分1本勝負、もう手元の時計も時間が刻一刻となくなってまいりました。時間切れ引き分けとなってしまうのか、それでカウントは2カウント、カウント2で返してまいりました。そして石川が手を差し伸べる、石川が入ってくるか、しかしサードロープを乗って利用したということで和田レフリーはそれを成立させない。垂直落下、残り試合時間は1分となりました。さあそして今土方龍二にスイッチしました。オコーナーサイドは石川、バチバチファイトが見られている。お互いに渾身の力を込めて、土方はこれまでに味わった屈辱感を石川にぶつけている。もう30秒過ぎます。そしてアームブリーカーが捉えた、さあ土方捉えた、土方捉えた、これ入ってますよ、この同時目スリッパーは。同時目で来るが、もう20秒切りました。そして手元の時計は残り15秒、時間がない、時間がない、同時目落ちるか、落ちるか、落ちるか、落とせない、どうか、もう時間がない、時間がない、試合終了、ドローとなりました。時間切れ引き分けでございます。さあ長野さん振り返ってください。そうですね、もう本当にね、作戦もスタミナ配分もなくね、はい、感情の赴くままに試合してますけども、はい、もうお客さんのねこの反応を見ればね、いかに素晴らしいか分かりますよね。長野さん、後楽園の控え室で土方にシングルではやらないんですかと聞いたら、はい、そんなのまだ早いっすよと、そんなコメントが入ってました。そうですね、だから逆にねまたね、はい、このターメリックの行動っていうのは、はい、対戦する土方にとっても大きなチャンスになってきそうですよね。このタッグマッチ20分1本勝負は時間切れ引き分けドローという結果になりましたが、まだやり合っている。収集がしましたもんね。いやもう本当にね、感情が抑えられないという感じですよね。いや、石川由紀だよ。いや、ほんまだ、宮本だ。ふざけるな、お前、おい。石川は知らないけどよ。ほんま、宮本。昨日、今日来たやつとは新人に言われたくねえんだよ、おい。そうだろ？おい。こんなもんだ。やってきたことは違うんだよ、お前、おい。何遍でもやってやるけどよ。はぁ、もうそろそろ。はぁ、決めなきゃダメじゃねえのか。おい、武道館。はぁ、後楽園の全部に。完全決着だ。
限界を越せるか、挑んでいるか、悔いはないか、プライド。戦いの場はプレイステーション2へ。プライドはあるか。タプコン。キャベジンってどういいの？ああ、こういう油をね、分解してくれるらしいよ。じゃあこれも、うん、この油もキャベジン S は今食べた油を胃のところで分解してそこにたまらないようにしてくれます。キャベジン S です。肩や腰の調子の悪い日ありますよね。バンテリンは肩でも腰でも現場で聞いてくれる。ありがたい。 Do it yourself。 もしものことがあっても住まいの心配はないんだけど、子供の教育費とか生活費がかかるんですよ。私は36歳、持ち家、子供が2人だから必要保証額は4000万円。1年組み立て保険なら遺族保証4000万円に入院保証、がん保証の特約をつけて月々9877円。1年組み立て保険なら病気や怪我の備えとして入院保証、月給保証をつけても月々2980円。1年組み立て保険なら3つの特約をつけても月々16610円。 Do it yourself。1年組み立て保険は主契約である遺族保証を決め、病気や怪我のための入院保証、全てのがんをカバーするがん保証、長期入院に備える月給保証、必要に応じてそれぞれを組み立てる。さらに夫婦で契約すると保険料が割引。資料のご請求は損保ジャパン DIY 生命まで。プログラム情熱を求め、そして熾烈な戦いを求めて、今この戦士が博多の街にやってきた。さあ今仮面をつけた二人の勇者が博多の街に見参。スーパードラゴン、そして剣道家臣が今見参。勝利へ目指し汗をかき、そして今一歩一歩勝利を確信したかのごとく、小さな巨人がこれからブルーの大海原に見参しようとしている。リングライトに照らされて光り輝く勇者、さあグラン浜田、そして平井信和、今リングインとなりました。30分一本勝負を行います。青コーナー205番のスーパードラゴン。今日も上り詰めるのかスーパードラゴン。剣道家臣、己の強さを過信するのか剣道家臣。行くぞ特艦ファイター2世平井信和。グラン浜田、小さな巨人、力がみなぎるグラン浜田。早速この一戦を博多スターレンから実況でお伝えをしてまいります。リングサイド放送席解説は週刊ゴングでおなじみの流魂伝承記者長野影弘さんでお伝えをしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。実況アナウンス私松崎敏夫でこの一戦をバイオレンスにお送りをしてまいります。今日のこの福岡地方は本当に穏やか、もうすぐ暖かい春がそこまで来ているのかなというそんな感じがいたします。さあリング上、おっと早くも姉崎レフリーのレフリーチェックを嫌ったのが剣道家臣。この男、後方にはスーパードラゴンが控えています。そうですね、家臣と姉崎レフリーはね、はい、どうも相性が悪いらしく ね、 そうですね、毎回なんかちょっとギクシャクしてますよね。さあ早くも先発はグラン浜田と、しかしスーパードラゴンが来るか、いや剣道家臣がいます。剣道家臣がいって、し
タートしました。さあまずはかつて剣道、おっと早くもスーパードラゴンです。剣道家臣が入ってまいります。まあ、次なるそのベルトのチャレンジャーはというそんな話も大野さんどうなんですかね。そうですね、1回は 200% マシンを指名してね、はい、結局縁取締役からダメだというね、なんか上等話になりましたよねはい、はい、それこそ数林がどう出るかですよね。あ、なるほどね。全日本プロレスのマットにはさまざまなそのジュニア選手が登場していますが、全てがこの剣道家臣が持つジュニアのベルト、それを狙っています。5度目の防衛戦は誰とやるのか。第20代世界ジュニアヘビー級チャンピオンの剣道家臣であります。ストンピング、ストンピング、剣道家臣のストンピング連発。そしてニュートラルコーナーに送り込んでまいりました剣道家臣。腕を取ってロープに振ったのはグラン浜田。グラン浜田が走り込んでいってのラリアット。さあこの体勢スイングしていっての DDT を奪ってくるんでしょうか。スイング DDT でありますこのグラン浜田。2カウント、カウント2であります。そしてエルボー落としてくるグラン浜田。ショートで持ってのパンチ、反対側のニュートラルを見つめて思いっきり振り込んでくる。走り込んでいったかどうか。剣道家臣が後方から飛びついて、飛びついてこの体勢からタランチュラ。さあタランチュラで持ってグラン浜田を捉え切っています。これは平井が走って救援に駆けつける。平井が駆けつけるが、剣道家臣という選手は一瞬の隙というものをついてこのような戦法に出てまいります。孤高なファイター、剣道家臣、波乱の問題児。そしてヘッドバットはグラン浜田。ブロックしていった、あっとナットショット。そしてスーパードラゴンが見つめて抑え込んでくる。カウントいけ、カウントバトゥーカウント。バックを取って片方の足を掴んだまま落としました。そうですね、はい、あの回転させながらのパワーボムですよね。はい、逆水平ニュートラルに送っておいてグラン浜田トップコーナー乗せてくるぞ。さあこの体勢から流れ式フランケンシュタイナー、グラン浜田。そして反転していった先には平井伸一君、平井のラリアットを勝ち、ああ頭すごいですね、後頭部から落ちました今。これ打ち打ち起こさなければいいんですけどもね。エクスプロイダー片指固め、カウント入っていって、あ、レフリーをカウントを止めました。剣道家臣、これはあのジュニアのタイトルマッチでも見せましたよね。そうですね、これにも発奮した平井が真正面からグラン浜田。そしてリング上ショートで持ってのエルスーパードラゴン、規制を走っていってスワンダイブした。スワンダイブしていってのヒールキック、片指がためめくり上げて、カウントバトゥーカウント。今のは綺麗に決まりましたね。はい、場外戦スーパードラゴンがこれは飛んでくるぞ。トップロープ最上段からスーパードラゴン昇竜、先頭は誤爆。そしてロックボトム、片指が攻めカウント、攻めカウント捉えましたが、さあ場外戦、おーっと剣道家臣大暴れですね。そうですね、ちょっとエキサイトしてますね。はい、リング上は平井がスーパードラゴンを捉えました。10分16秒、正式タイムは10分16秒ということです。あ、グラン浜田がちょっとまだ逆席です、起き上がれません。あの一層投げつけられましたからね。そうですね、ただこの浜田のね分断作戦が功を奏しましたよね。はい、さあそして早々ともう、そうですね、家臣はさっさと帰ってしまいましたね。
強いボディは力のバランスが生み出す全ての力をラインナップタワープロダクション。グリコゼイ。ユウスケ・サンタマリアです。フィレンツ生まれのこの感動をあなたに伝えたい。Life is Beautiful のロベルト・ベニーニ最新作ピノキオ、吹き替え版は僕にお任せを。ガオラの欧州サッカー第2弾、ポルトガルサッカーシューペルリーガ。高い技術と華麗なパスワークが魅力のポルトガルサッカー、その国内リーグシューペルリーガを放送中。注目はブラガで活躍中の広山のぞみ。ガオラでは毎節1試合を放送いたします。また毎節ごとに全試合の結果や得点シーンなどをまとめたポルトガルサッカーハイライトをお届けします。ガオラチームスーパーアグリ、フェルナンデスレーシング、インディー参戦。そしてあの高木虎之介がモーナンレーシングのステアリングを握る。今年のインディーレーシングリーグはエキサイティング。多くの日本人ドライバー、そして名門チームの参戦、さらにインディー初の日本開催決定など話題が盛りだくさん。3月のガオラは開幕戦から2レースを充実の内容でオンエア。インディーに新たな風が吹く。ガオラ。コスモ石油はパプアニューギニアで稲作農業の普及活動を続けています。人は森と生きていけます。心も満タンにコスモ石油。世界は何であろうと結果が重要。それは全ての世界にも共通する答え。分かりきっているその答えに向かって全力投球。今日も若きマーシャルファイターが疾走する。第2代 MLW 世界ヘビー級チャンピオン小島智。そして先頭は大阪秀樹ワイルドベア、そして九州男児相島優斗、最後方からは小島智が登場。さあ第2代 MLW 世界ヘビー級チャンピオン福岡の街に見参。響く中を俺たちの暴走は誰にも止められないとばかりにやってくるぞ。884% 増し、そして 200% 増し。仮面に身を包んだ謎のマスクマン、悲鳴がリングインとなりました。
を内に秘め、やってきたぞ天才武藤圭司が見参。九州男児は相島優斗、ワイルドベア、このクマが一度吠えたら誰にも止められない、日本のプロレス界は俺のもの、小島さとし。884% マシーン、謎のマスクマンがコールされました。240%マシーン、200% マシン、武藤圭司、天才が福岡の街に飛来した。さあ、そして今日のこの6人タッグマッチメインイベントは姉崎五郎レフリーがさばきます。この一戦を博多スターレンから実況でお伝えしてまいります。こちらリングサイド放送席は週刊ゴングでおなじみの長野武尊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実況アナウンス私松崎敏夫でこの一戦をバイオレンスにお送りしてまいります。小島さとしが入ってまいりました。とにかくこのシリーズ全日本内部を活性化したいと語りました小島さとし。第2戦目の静岡大会メイン終了後、ゼロワンの佐藤横井、さらには蔡が乱入してくると、嵐荒谷が対抗戦参戦を表明し、小島は快諾、家臣嵐荒谷、俺とりあえずこの4人でやってやる、そう話していました。そうですね、小島、嵐荒谷、家臣というのが、はい、何か一つのグループになっていく可能性もありますよね。はい、さあ久しぶりに武藤と小島が相まみえるわけであります。小島さとし、いや、お互い負けず嫌いですからね、声援で競り合ってますね。これは武藤圭司の作戦にハマってしまったのか小島さとし。バレンタインデーは少なくとも100個以上のチョコレートをもらったという小島さとし。そして武藤圭司、三冠戦橋本の挑戦を受ける武藤は開幕前、今シリーズ参戦のギガンテスを仮想橋本としてぶつかっていくと語りましたが、いざ開幕戦6人タッグで対戦すると2メートル150センチの巨人は予想以上のパワーがありました。試合に仮想橋本と話したのが非常に恥ずかしい、何なんだあいつはと話していました武藤圭司。さあ、そしてリング内は小島と 884% マシンの局面を迎えています。小島が軽々とブレンバスターから、そしてフライングエア、ショートで持ってくるのが小島さとし。ロープの反動を利用してくるかどうか、サマーソルト。いや、武藤を意識したエルボーでしたね。思わず笑ってしまいましたが、これは武藤圭司を何か上昇するような感じか小島さとし。その小島さとしから大阪秀樹のスイッチ、思いっきり 肩口を利用して押し込んでくる。そして 200% マシンが入ってまいりました。 200% マシンがショートで持っているエルボー、エルボー合戦になってロープの反動を利用してくるかどうか。今度は保坂がロープの反動を利用してくる、エルボー合戦になって、あー、サイドキック、 200% マシンのサイドキック強襲でくるぞ。ボディースラム、そして膝で持って抑えてくる、しかし、これでカウントが入っていってカウント1になりました。基本的にね、はい、素直とファイトは変わらないんですが、ユーモラスな部分が消えますね。そうですね、なんか凄みがありますよね、マスクの方がね、はい、そして武藤圭司がフライングメイクから手を加えた、これが本家本元、ひねりを加えたエルボーであります武藤圭司。今度は足をしゃくり上げていった STF 武藤圭司、
さあ武藤敬司が STF を見前、相島優斗がカットに入ってまいりました。 884% マシンが入ってくる。次にニュートラルコーラ、反対側のニュートラルに送り込んでくる。ワイルドベア穂坂秀樹、そして両の足を突き立ててくるがどうか。飛びついていくフランケンシュタイナー、さらにはトップロープを掴んでおいた。そしてこれはどう、危ない危ない、ぶつかっていった先には大阪秀樹はいませんでした。そして胸板のあたりから飛び込むところがどうか。今うまくフェンスかわしましたね。はい、フェンスを利用して、フェンスを利用して大阪秀樹の左の腰のあたりを飛び込んでまいりました。 884% マシン、今度は相島優斗が捕まってくる。場外乱闘になりました。さあ赤コーナーサイドがここで試合を優位に運んでこようというんでありましょう。青コーナーサイド、小島聡が入ってくる。小島聡がボディを蹴って村板のあたりにパンチ。さあ 884% マシンの激凛に触れてしまったんだ小島聡。逆水平、さらには村板、村板にチョップ。小島聡のチョップの方が力があった。相手を ののしります。この小島聡今思わず数頑張れという声も飛びました ね、 そうですね。ひねりを加えたバックドロップ、そして抑え込んでくる。カウントはカウントは2カウント。小島聡、そして相島優斗が入ってまいりました。今日は友人知人がこの博多スタジアムに詰めかけているということです。ボディスラムから 884% マシンがデモンテムーンサルトを狙ってくるかどうか。ライオンサルトみたいなのがありますよね。はい、クランチループで持ってサードロープがどうか。エスケープできるか相島優斗。クランチループから免れることができました。ちょっと相島優斗ちょっと動き止められちゃいましたね。こうなってくるとレッグスプレット。ただ相島もねやっぱりねこの博多スターレンではねいいとこ見せたいですよね。そうですよね。福岡県の大牟田市の出身、エアフォーレッグロック。さあどうか相島優斗、苦しいぞ。サードロープにエスケープしたいところでありますがちょっと遠いか相島優斗。そうですね、ここ自力で逃げるしかないですね。はい、これは歩かれることができました。相島優斗の友人知人もリングサイドに座っての応援であります。そんな中相島優斗、絶対に無様な負け方だけは見せたくないぞ。ラリアット、武藤に見舞ったラリアット相島優斗。そして小島聡が入ってまいりました。注目の対決ですよね。はい、本当にこれ久々ぶりですよね。そうですね。そして大観衆と味わう快感エクスタシー、行くときも一緒だ。片指固めカウント、カウントは2カウント。小島聡、これが出れば大丈夫だ。小島勝った。何か久々に2人のシングル戦を見てるような気分になってきましたね。はい、 MLW 世界ヘビー級チャンピオンの剛腕がブロックされた。浴びせげり、浴びせげりからサイン、ブロックブロックブロックしてますね。ブロック、ダリアット
勝負になりましたね。はい、武藤がぐるぐる回っておいて 884% マシンが入ってくる。小島にブロック、ヒールキックはブロック、ロープに振っておいてスパットからヒールキック、これは命中しました。 884% マシン、ちょっと今これ当たりはおじゃまするんですか。そうですね、ちょっと角度がね逆だったんで分かんないんですけども、はい、まあ、スパインボムですよね、この体勢から大阪のデスバレーはかばされた。やっと出てくるぞ大阪秀樹、この体勢から大阪秀樹がデスバレー、カバエビがため、カウントはカウントは2カウント、184% マシンも粘っています。粘り腰はどうか、ぐっと回り込んでいってのフェイスバスターでくるか、ショートで持って膝を見舞ってくるのは 200% マシン、抑えてカウントは2カウント、カウント2で返しましたのが穂坂秀樹。さあショートのエルボーからニュートラルからニュートラルへ送り込んでくる、走ってくるか 200% マシン、引っ掛けるような蹴り技、そして飛びついていったぞ、カウント、カウントは2カウント、そのまま完全に相手の膝を取っていますね。その前はね、なんか片技と複合させて面白い回り方しましたよね。そうですね、一瞬ビクトンないかと思ったんですけどもね。はい、ロープの反応で持ってくるか、飛びついていっての裏か、いやそのまま相島につないでまいりました。大阪が相島につないだ、送った、そしてエルボー、ショートの蹴り、相島優斗、ここで持ってダブルアームスプレックス、抑え込んでいってカウントは2カウントです。相島優斗 100% マシンに吸収だ、あーっと、しかしいや後頭部もろでしたよ今のは。入ってますね、断線状態になりました。引っ掛けるような円錐は 200% マシン、武藤がのキレのあるシャイニングウィザードでした。お、マスク取ってますよ、はい、マスクを取った、あと相島にかぶせてますね。武藤社長何を考えたんでしょうね。完全に受けを狙っています。おっと、そしてカメラキャッチ、武藤社長の受けが博多スターレーンを進んでいったところで、さあ小島聡、小島ラリアット、城陽寺素顔で登場、こういう武藤圭司の策があったんでしょう。エプロンからリングシュート、策士ですね、はい、20分を経過しました。面が割れているのに面をかぶりました 200% マシン、ショートで持っての膝、さらにはロープの反動を利用していってアッパー200、抑え込んでというカウントです。まあ、やはりね、あの安城も今日は 200% マシンとしての出場ですからね、はい、マスクにこだわるんですよね。スピア、送った、走り込んでいくのラリアット、そして飛びついてくるぞ、クマが飛びついた、抑え込んで2カウント、感染状態になりました。さあ武藤が低空の蹴り、武藤
こう社長がラウンドに来ましたね。21分17秒、武藤圭司が小坂秀樹を捉えまして勝利を手にした一戦でした。そして武藤圭司は早々に控室に戻っていきます。この6人タッグマッチは 884% マシン、 200% マシン、武藤圭司に開花が上がりました。そうですね、これだったらね、はい、610% マシンが出てきても面白いんじゃないですかね。あ、なるほどね。そうすればトリオになりますね。そうですね。そして敗れた小島、小坂、相島チームです。このメインイベント6人タッグマッチ60分1本勝負は21分17秒、シャーリングウィザードで武藤圭司が小坂秀樹を捉えまして勝利を手にした一戦でした。久しぶりに武藤圭司とやって、コンディションいいんじゃないですか、やっぱり。対橋本戦、乗ってると思うし、俺は俺で、ゼロワンも大事だけど、武藤圭司っていう、ああいうスーパースターがね、全日本にいますから、ただ、武藤圭司だけの団体じゃないと。これだけは強く前から思っていることなので、それは分かってもらいたいと思います。橋本慎也いるし、まあ、その小川さんもね、まあ、スーパースターだから、大物らしく伝統構えててもらえばいいんじゃないですか。それだけです。はい。ただ、全日本プロレスに勇気のあるやつはいないと言っていましたが、勇気があるから対抗戦やってんだと、交流戦だと思ってるんだったら出てこなくて結構です。俺は最初に言った通り、やりたいやつがやればいいと思ってる。俺は関係ねえ、高みの見物決めてるような人とはやりたくない。やりたい？ゼロワン守ってやるっていう人間とやりたい。俺たちは全日本プロレスを守りたいからやってるんだ。それだけです。ありがとうございました。かすり傷の修理になんで？傷、そして傷、車の傷で困っていませんか？そんなあなたにひっかき傷はお任せ。 GT88 スクラッチリムーバーをご紹介いたします。 GT88 はこうしたひっかき傷を素早く簡単に隠してくれる優れもの。乾いた布に GT88 を適量取って傷にすり込み、あとは磨くだけ。こんなに簡単だなんて、 GT88 はあっという間に傷が目立たなくなったよ。すげえや。 GT88